ジェベルは、フランスの競争馬、シュポバである。名馬さんやマルセル・ブサックの代表的な生産馬で1940年の2000ギニー、1942年の外戦門賞を制した。初戦を2着した後のモルニ賞でも2着。イギリスに遠征し、ミドルパークステークスに出走、イギリスで初勝利を挙げる。その後はフランスに戻り社区賞を勝利、オマール賞を2着として、 フランス最優秀2歳馬に選ばれた。3歳になったゼベルは、ラグラン受賞で勝利した後、イギリスのクラシック2000ギニーに挑戦する。21頭もの出走馬がいたが、後続に2馬審査で勝利した。ブサックにとっては、初のイギリスクラシック制覇となった。後、フランスに戻り、プールで接着。 シャンティー賞3着として3歳シーズンを終えた。4歳では、ボイヤール賞、アルクール賞、エドビュー賞と3連勝するが、サンクルー大賞では2着、シャンティー賞でも2着として、外戦門賞では3着となる。5歳になった1942年は、サブロン賞を1着した後は前年と同じ、ローテーションで進み、ボイヤール賞、アルクール賞、 エドビュー賞では2年連続勝利と共に4連勝とした。サンクルー大賞ではレコードタイムで勝利、シャンティー賞でも勝利して6連勝で臨んだ。外戦門賞では後続に2場審査をつけて勝利7連勝を達成しフランス最優秀コボバに選ばれた。引退後はトールビヨンやコヤ、ファリスと共にブサックの主要な主ュ場として活躍した。初年度3区からジェラル。 アルバーなどを送り出し1947年から1949年まで3年連続でフランスリーディングサイアーを獲得した。1950年はサイアーランキング2位となるが1956年に再びフランスリーディングサイアーに輝いた。コロナティオンが外線門賞を制し、ガルカドールは71年ぶりとなるへ、ロド系のダービー馬となった。 ジェベルは1958年に死亡した。メゾンラフィット競馬場では、ジェベルの名を冠した、ジェベルショーが行われている。ありがとうございます。